デジタル写真集もねお願いします。明日のイベントって夜の蝶落ちてますか？明日のイベントは夜の蝶落ちてますね多分。これ夜の、あ待って、これさ待って、ごめん恥ずかしい、またこれ夜の蝶じゃないんだよ。ねえ恥ずかしい、インスタライブやめていい？夜のとばり、夜のとばりが落ちた。はい、夜のとばりが落ちてます。明日のイベントも。のどかってなんで、あ、なんでこんな漢字読めないんだろう、おかしいよね。行ける日が来たらライブ行きます。え、ありがとう、嬉しい、待ってます。多分ずっとライブはねしてると思うので。可愛いからOK。だってさ夜の蝶じゃんこれ、手帳の蝶じゃんね。こうやってね今まで知らなかった漢字の読み方を学ぶこともできる少年サンデー、買ってみてください。明日みんな来てくれますか？明日楽しみで寝れない、わかる。でもみんなに会うためにちょっと状態を良くしたいから今日はたくさん寝ようと思ってます。ネイルどうなってるの？ハートになってる。そう、ハートになってる、かわいい。なんかさコンビニ入るのめっちゃ緊張するんだけど、だけど無駄にコンビニ行っちゃう、なんか通りすがるたびに行っちゃう、恥ずかしい。コンビニ見ちゃう、嬉しいよ。声可愛くて好きです。え、ありがとうございます、嬉しい。はじめまして、はじめまして。てか自炊してるの偉すぎ。え、それはそう。でもなんかね、あの自炊する時期ともうウーバーしかできないみたいな時期が来るんだけど、でも結局自炊に戻るとやっぱ自炊ご飯が一番美味しいじゃんって思うの。今は自炊期間です。カメラマンの人もおなじみの人だね。だからかのどかちゃんの顔がどんどん自然な感じになってる。本当にねそれはあると思います。カメラマンは、カメラマンさんは今回も武雄さんっていう方なんですけど、武雄さんはフライデーもだし、今まで2回出させていただいた、や出させていただいたヤンジャンも2回とも武雄さんで、今回も武雄さんに撮影していただいたんですけど、武雄さんのね撮る写真は同じ人なはずなのに、同じ人なんだけど、武雄さんいつも同じなのに、その雑誌によってあの何違うの写真が。フライデーだったらフライデーっぽいし、ヤンジャンだったらヤンジャンっぽいので、サンデーだったらサンデーっぽいの。だから本当にねすごいのでね、それはメイクさんもそうで、メイクさんもいつも同じ方なんですけど、雑誌によってねなんか同じようでちょっと違うの。
すごいよね。表紙めっちゃ可愛かったし、中身もすごく素敵でした。バイト終わりながら聞きながら帰りました。ありがとうございます。初めて水着の写真見て可愛いなって思いました。え、嬉しい、ありがとうございます。プロや、そうプロなの、プロなんだけど、しかもそのね、武雄さんの、なんて言うんだろうな、武雄さんにはめちゃくちゃ感謝してて、武雄さんのおかげみたいなところも少しあって、その武雄さんがやっぱりすごいカメラマンさんなので、もうのどかをすごく宣伝してくれたみたいなんですよ。それでサンデーの編集部さんに知っていただいたりとかして話が来たっていうのもあるので、それに伴ってファンの熱狂的な、ファンのみんなの熱狂的な応援も相まって決まった。もうのどか一人だったら絶対、まずもうフライデーさんも出れないし、ヤンジャンさんも出れないし、この表紙なんてできないの本当に。だけどもうたくさんの人の力が混ざって合わさって決まったので、ありがとうございます。サンデー今までのよりもあどけなさって可愛かったね。なんか素だよね。でも本当にこれは素なの。みんなでなんか本当にこれね、アクアリウムみたいなところに行かせていただいたんですけど、あねえ間違えた、バンされない見せちゃったでも一瞬ならいいのこれすいません間違えちゃった。なんかアクアリウムみたいなところに行かせていただいたんですけど、なんか撮影っていうよりはみんなで本当に観光しながら撮らせていただいたって感じで、だからかもしれない素っぽいのは。本当に楽しく撮影させていただきました。シンプルにタイプです、ありがとうございます。明日会えますよ。あとゾックっていうアイドルグループでライブしてるんで、ライブ来てくれたら会えます。気まずかって横の席の子とのどかちゃんの話をして仲良くなりました、ありがとう。え、それやばくない？のどか救世主すぎない？ちょっとだってよくあるよね、この子気まずいけど隣の席になっちゃった、どうしようみたいな。でもさ、それがのどかの話で仲良くなれたんでしょ、やば、ありがとう、こちらこそ嬉しい。のどか頑張ってるから私も頑張れてるよ、ありがとう、ありがとう。それさ、ほんとこっちのセリフね、ありがとう。いつかのどかちゃんに表紙ジャックしてもらいたい、できるかな、したい。でもさ、するためにはさ、普通に生きてたら無理じゃん、やっぱ努力をしないといけない。努力します、頑張ります。渋谷スクランブルの大画面広告なんかどうですか？ゾックでやりたいな、それ。なんか毎回ねやったけど、ゾックでやりたいな。またいや、ここで、のどかは台湾に行ってきたんですよ、ゾックの遠征で。その台湾で買ってめっちゃ良かったもの一個だけ紹介する、今横にあったから。これなんか台湾で有名なブランドのドクターウーってやつの日焼け止めなんだけど、これめちゃくちゃ良かったからおすすめ。多分サイトとかで買えるんじゃないかな、めっちゃずっと使ってます、ぜひ買ってみてね、おすすめです。どうやってモチベーション維持してるの？なんだろう、維持してないかもしれない、維持できてないと思います。なんかモチベーション高い時だけをみんなに見せてるだけであって、なんか頑張れない時期とかももちろん言っていいのかな、
頑張れない時期もある。もうだってレポート、なんか今日も、今日学校休みだったんですけど、担任の先生から電話来て、なんかレポート、のどかはレポート出してるつもりだったの、もう全部ね。で、はいはい、単位取得確定みたいな思ってたのに、なんかレポート出てないのあるよね、1枚ぐらいあるよねみたいに言われて、もう超テンパっちゃって、もうそこでなんかめっちゃ単位取得のモチベめっちゃ落ちたし、なんかね、頑張れない時もあるけど、でもなんかさ、野中はさ、頑張れない時とかあっても、こうやってインスタライブをしてみんなと会話したり、特典会でみんなと会って話したり、こうやって嬉しいねお知らせをみんなにできて、みんなの反応を見た時とかに、もうめちゃくちゃやっぱ頑張るんだって思えるの。だからそう、野中のモチベの保ち方っていうか、なんかさ、モチベを保ててる理由みたいなのって、みんなっていうか、このアイドル活動、この活動でしかないかもしれない。あ、愛鳥だ。富山頑張ろうね。後で LINE 返事するね。今の確認してから返そうって思ってインスタライブ始めちゃった。トーピンフェス素敵でした。ありがとうございます。グラビア可愛いから単位もらえないのかな。確かに。これを持ってってみるか。担任の先生に。単位ください。単位くださいって。でもなんかさ、なんかね、みんなはさ、のどかのことをさ、偉いとか言ってくれんのめっちゃくちゃね。だけど、みんなが思ってるほど本当に偉くないよ。偉くないの、本当に。って思うけど、でもそう、みんなにはそう思っててもらいたいから頑張ります。サンデーのレポート書きましょう。確かに、なんかサンデーの撮影レポート、撮影時のレポート書くか。のどかちゃん使ってたモンジュのアイシャドウ、私も買ってみて褒められること多くて嬉しい。もうね、のどかもずっとそれ、しかもあるよ多分今どっかに。あ、見当たらない見当たらないけど、いいよねあれ。のどかちゃん、明日どんなイベント？明日はこのね、知ってるかもしれないけど、サンデーの表紙をやらせていただいたので、その記念すべきお祝いイベントをするんですけど、させてもらうんですけど、レギューが握手まずできる、あと写真が撮れたり、動画が撮れたり、チェキが撮れたり、のどかから手渡しできたり、サインを書いたり、もうめちゃくちゃ豪華。あとはものどかとお話できるよっていうイベントです。ぜひ来てね。渋谷です。のどかわいい、ありがとう。私もモンジュのアイシャドウ使ってる、嬉しい。アサラー、デビューしてから表紙まで早すぎてすごい、ありがとうございます。マジで本当にみんなのおかげ。まだ野中信じてないから、本当に信じてないんだよ、夢だと思ってるからね。なんか友達とかも買ったよって言ってくれたりとかして、すごい嬉しい。話せるの楽しみ、寮部行くからね。ありがとう。のどかも超楽しみ。神イベントじゃないか。え、そう、世の中の神イベントたくさんあると思うけど、これを神イベントって呼ぶんだと思う多分。サンデー買いすぎて友達に配ってる、嬉しい嬉しい。楽しさはあれ、初心者だけど大丈夫かな。え、全然大丈夫大丈夫。
丈夫です。お待ちしてます。イベント行きたい。大学生のと会いに行く。嬉しい、ありがとう。 TPF かっこよかった。吉村も頑張って、すごすぎ、ありがとう。コンビニ回ってほっぺたつねってくださいな。どういうことどういうことでしょうか。名古屋凱旋振り返りつかな。本当にね、まだね全然未定なんで、いつなんだろうね。でも絶対ツアー終わってからだよね。名古屋行きたいな。サンデーなかった。そう、サンデーさ人気なんだよ、めちゃくちゃ。あとはね、あの裏の方にね、後ろの方にアンケートもあるので、このアンケートはね、ぜひサンデー買ってくれた方出してくれたら嬉しいです。またサンデーさんにね、いつか戻ってくれたら嬉しいなと思うので、出してくれたら嬉しいです。っていう、なんかね、あんま何も考えずに、明日イベントだしって思ってインスタライブしたんだけど、いろいろ話しすぎた気がする。明日の会場でサンデー現地調達ってできるもんですか。え、どうだろうね。え、どうだろう、売ってんのかな、ちょっと分かんなくてごめん。表紙場や先の人に見せびらかしてきて嬉しい、ありがとう。のどかちゃんのお家って何色系、何色系、何色系。でも家具はグレー、グレーっぽいのが多いかも。ソファーとか絨毯とかカーテンとか、机はなんかガラスっぽいの、壁は白、床は明るめの茶色です。握手やばすぎん、なかなかない。それな、握手ってないよね。なんか特典会とかでさ、ちょっとなんかありがとうみたいなのはあるかもしれないけどさ、ありがとうございますはないよね。これね、ないよね。前髪セルフカット、あ、ガタガタだよね。そうだよ、あの美容師さんにね切ってもらうんですけど、のどかは前髪のね伸びる速さが異常だから、結局なんか美容院行くまでに何回か自分で切っちゃう。ガタガタなの。でも気にしない。あ、やばい、ちょっとガタガタすぎ。スクショタイム。どうしよう、これ見えてる。はい、明日のイベント頑張ってください。頑張ります。しっかり職場で喉が不況してきました。やった、もうその職場ごとさ喉かおしにしよう。最近コンビニで毎日探しちゃう。嬉しい、ありがとう。あ、やばお腹が空いてきた。喉かはもうね、今日インスタライブして絶対みんなと話したいと思ってたから、インスタライブをすることは朝目が覚めた時点で決めてたの。決めてて、でも夜ご飯食べてからだとなんかなみたいな、ダラダラしちゃうなって思ったから、夜ご飯をもつくらだけ作ってインスタライブしようと思って今やってるから、ちょっとお腹が空いてきた。ちょっとね40分過ぎぐらいに終わろうかなって思います。そう、明日イベントがあるので、あの詳細はのどかのインスタのハイライトにも会えるよっていうハイライトに残ってるから、なんかもしね明日なんか仕事とか学校とか終わってね、あれ俺暇かも、私暇かも、
何しようって思ったら渋谷に会いに来てくれたら嬉しいです。あ、この肌荒れ治るかな、下までに。絶対治んないよね。最悪。まあいいや。明日超楽しみです。中も楽しみ。緊張してきた、ちょっと。じゃあ明日までには無理だよね。みかん買ってくればよかった。ビタミン取る。でもね、このねサンデーがそのコンビニに置かれなくなってからもデジタル写真集では会えますので、とりあえずデジタル写真集の発売も楽しみにしてくれたら嬉しいなと思います。アホ毛の抑え方教えてほしいです。アホ毛はめっちゃ出ちゃうんですけど、なんかアホ毛スティックみたいなので、もうこうやるか、なんかケープとかでこうやるといけると思います。自分の誕生日に引命してくれるの嬉しい。誕生日なの？おめでとうございます。ハピバ。なんか野高がね、結構前からお宅に何個か大きいなんかお知らせがあるよって、年明けね、何回かあるよって話してたんだけど、その一つがこれです。とりあえず1個目告知できて嬉しい。でもまだね、準備してるものがいろいろあるので楽しみにしてほしいなって思います。もう何も言えないんだけど、まだ。でもみんなにまだまだ喜んでもらえるお知らせあるので、期待して待っててくれたら嬉しいです。6月もある。それよりは早くあるかもしれないけど、とりあえず3で、もう野田からの中でもすごい重大発表だったので嬉しい。はい、ということで野田は夜ご飯を食べたいと思います。たくさんね、長い時間見てくれてありがとうございます。気になった方は明日会いに来てほしいし、ゾックっていうねグループでライブ活動をしてるので、チェックしてライブ来てくれたら嬉しいです。2月にも東京であります。25日、ゼップ新宿、来てください。自分の顔が並んでるってどんな気持ち？やばい、言葉に表せれない。謎な気持ちです。ってことで、ありがとう。バイバイ。